海と日本プロジェクト in 福島。福島県の海の魅力、私たちにとって大切な海に対する取り組みを紹介します。とっても綺麗な海ですね。こちらいわき市の薄磯海水浴場は海を楽しむたくさんの方々でにぎわっています。真夏の日差しが照りつけたこの日、日本全国のビーチで海の日にちなんだ清掃活動が行われました。こちらの薄磯海水浴場でもいわき市のボランティア団体いわきフェニックスのメンバーがゴミ拾いに取り組みました。いわき出身の若い子がいわきにきれいな海を子どもたちに残そうということで、震災以降大人たちが大人のためにいろいろしてますけども、子どもたちのために何かできることがないかって言って考えたのがきっかけなんですね。いわきフェニックスの活動テーマはゴミ退治。海のゴミを徹底的になくそうと6年前から200回以上も清掃活動を行ってきました。漂流物なんかも多いです。ペットボトルですか、ペットボトルなんか大雨が降りますと川から流れてきて、でそのまま海岸に漂着するのでそれも多いです。あとは先生、ビニール袋、最近クジラとかカメが飲んで問題になっているようなんですが、そういうのも注意して拾うようにしています。いわきフェニックスの皆さんは海を訪れる多くの人の心に海を大切にする気持ちが自然に芽生えてくれることを願ってビーチのゴミ拾いを続けています。僕たちにとって海ってやっぱり大好きな場所なんですけども、それが子どもたちにも伝わるように僕たちがいつまでもその好きな海を大事にしていきたいなと思っています。これからも海のゴミを退治するぞ。海のゴミの8割は私たちの住む町から川を通じて海にたどり着くと言われています。綺麗な海を守るために私たちができることはたくさんありそうです。